はい、皆さんこんにちは。本日の動画は2021年下半期にですね、僕がユニクロで購入して良かったアイテムベスト5をねご紹介させていただきます。去年からね YouTube を始めて、今年もたくさんねユニクロで洋服を買わせていただいたんですけども、まあいろいろね購入してきた中で特にね気に入った商品を今回は5つピックアップさせていただきましたので、年末ということでそちらを最後にご紹介させていただきます。まあ僕は普段からこうユニクロの商品をすべてご紹介しているというわけではなくて、まあその中でも特に気に入ったアイテムとかを購入してご紹介をしているんですけども、今日ねご紹介させていただく商品はすべてねかなりの頻度で私服でも使用している商品になってますので、まあ皆さんのね少しでもご参考になればなと思って今回動画を撮ってます。まあということで本日の動画早速いきたいなと思うんですけども、まあこんな感じでね僕は普段からユニクロとかのプチプラ系のアイテムを中心に、その他ね僕が気に入ったものであればご紹介をしておりますので、ぜひ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。動画でご紹介しているコーディネートはインスタグラムの方でもね日々アップロードしておりますので、気になる方はそちらもチェックをしてみてください。はい、ではねもう早速いっちゃいましょう。はい、というわけで早速ご紹介に移れればなぁと思うんですけども、じゃあまず第5位からねご紹介できればなぁと思います。私が2021年下半期に購入して良かった商品第5位はこちらのユニクロのモックネックセーターになります。こちらの商品ね最近ご紹介したばかりで、まだね全然売っている商品にはなるんですけども、とにかく使いやすいですね。このセーター、クルーネックとタートルネックとこのモックネックの3種類あるんですけども、やっぱりこのモックネックが一番使いやすいなというふうに思ってます。まあ僕個人的には割とタートルネックとか結構好きなんですけど、なんか一番こういろんなコーディネートに合わせやすいのってなんかこのモックネックかなと思ってます。でまあかつねかなり綺麗に大人っぽく着れる商品にはなってますので、これは本当にいいですよ。僕会社に行く時とか普通になんか私服とかでも着ちゃってるので、なんか意識しないと毎日これ着ちゃいそうだなっていうぐらい本当にいい商品だなと思ってます。まあコーディネートに関してもねスーツにも合いますし、あとは全然私服とかでも着ていただけるようなアイテムになってるので、なんと今ならお値段も少し安く手に入るということで、ぜひねまだ持ってない方はちょっと購入してみてはいかがでしょうか。これすっごい使いやすいです。はいはい、お次が第4位ですね。2021年下半期に僕が購入して良かったユニクロの商品第4位はこちらのユニクロ U のレディースのタックパンツになります。僕はベージュとこちらのカラーを購入してるんですけども、まあその他にブラックとかもあったりして、これブラック買っとけばよかったなーって思うぐらいシルエットとかすごい気に入ってますね。まあ特にこの色味はなかなかね普段のユニクロとかでもないような色味かなと思うので、まあすごくね個人的には気に入ってます。なんかこのパンツを購入したことで割とユニクロで組めるコーディネートの幅が広がったなっていう風に本当に感じるので、本当に購入してよかったなっていう風に思います。まあ、ユニクロ U の商品を使ったルックブックの動画とかも上げたんですけども、まあこの動画でもねかなりの登場回数多かったですし、革靴にもスニーカーにも合う本当に万能なパンツだったので、まあこのパンツを使ったねコーディネートとかは、まあ、僕のねインスタグラムとかに飛んでいただければ結構載ってるので、ぜひ気になる方はこの動画を見終わった後にインスタとかにも飛んでいただけたらなと思います。はい、というわけで第4位はユニクロ U のレディースのウールブレンドタックパンツでした。はい、ではお次第3位ですね。私が2021年下半期に購入して良かった商品第3位はですね、こちらのユニクロプラス J のシャツジャケットになります。最近ちょっと寒すぎてダウンを着る機会が多くてあんまり着れてないんですけど、ちょっと前はかなり着てましたね。本当にこれ何でも合うんですよね。余計なデザインがない本当にシンプルなシャツジャケットになるので、全然こう大人の男性とかでも着ていただける商品かなと思いますし、まあ、今日ね僕が着てるこういうスウェットとか、あとはまあニットにもシャツにも何でも合うので万能すぎるなっていう風に感じました。こちらもねユニクロプラス J のアイテムでルックブックを組んだ動画とかがあるので、まあ、そちらでかなり登場しているのでぜひ見ていただけたらなと思うんですけども、超いいです。超いいです。
なんかやっぱり僕シンプルな商品が好きなので、なんか癖が強くてすごい目立つ商品が好きというよりかは、どちらかというと、まあ、すごいシンプルでバランスのいいアイテムを自分なりにこう組み合わせてコーディネートを組むのが好きなタイプなので、何にでも合うこのシャツジャケットはいろんなパンツと合わせてみたりとか、いろんなシャツと合わせてみたりとか、まあ、かなり幅広いねコーディネートに対応してくれるアイテムなので、まあ、そういうところがねすごいいいなというふうに思ってます。でなんとねこちらがまだ売ってまして、まあ、今ならねなんと値段が下がって9990円で購入できるので、まあ、年内ねなんか買いたいなというふうに思ってる方いらっしゃったら、ぜひねあの購入していただいてもいいかもしれないです。はい、というわけで僕が選んだ第3位はこちらのユニクロプラス J のウールブレンドオーバーサイズシャツジャケットでした。はい、お次がねいよいよ第2位ですね。2021年下半期購入して良かった商品第2位はですね、こちらのユニクロ×イネスのウールリネンブレンドワイドパンツになります。はい、まあ、こちらはね僕が今年最もバズった動画になるんですけども、まあ、そちらで紹介させていただいた商品で、まあ、レディースのねパンツになります。まあ、すごいねこれ存在感あるんですよね。まあ、ユニクロでこんなウエストのデザインのパンツが購入できて、しかも値段も割と求めやすい価格帯っていうのが、まあ、あんまりねこれまでもねなかったのかなと思うので、まあ、今回こちら第2位に選ばさせていただきました。まあ、ウエストのディティールはもちろんですね、シルエットもめちゃくちゃ綺麗ですし、レディースのパンツなんですけど全然メンズでもね履けるような、まあ、シルエットとかだったので、まあ、これはね本当に購入してよかったなっていう風に感じてます。まあ、こちらのね商品はやっぱこうタックインして着ていただくのがね一番いいのかなっていう風に思ってまして、これまでいろいろとコーディネートとかも組んできたんですけども、やっぱ今の季節に本当ぴったりのパンツだなっていう風に思います。まあ、これネイビーなんですけど、できればねこれの黒とかもちょっと出していただけたらめちゃくちゃ嬉しかったなっていう風に感じますね。まあ、イネスとのねコラボはもう2022年の春夏とかも全然出るみたいなので、そちらでもねいいパンツがあったら引き続き購入してご紹介できればなと思います。はい、というわけで僕は下半期購入して良かった商品第2位はこちらのユニクロ×イネスのウールリネンブレンドワイドパンツになります。はい、というわけでついに第1位の発表になるんですけども、2021年僕が購入して良かった商品第1位は、はい、こちらのユニクロ U のデニムシャツジャケットになります。結構意外なところをチョイスしてるんじゃないかなっていう風に個人的には思うんですけども、これねレディースの商品になるんですけども、めちゃくちゃ良かったですねこれ。まあ、こちらをね第1位に選ばさせていただいた理由で言いますと、まあ、まずはねやっぱりこのデザインと言いますか、胸元にね大きく2つポケットがあって、まあ、本当はねウエストのところにこちらベルトがついてるんですけども、まあ、今回は僕はそちらを取ってます。まあ、かなりこうシンプルなデザインで、かつやっぱこの色味がねめちゃくちゃ使いやすかったんですよね。まあ、デニムのジャケットって結構こうカジュアルになりすぎちゃう部分もあるんですけども、まあ、こんな感じでねボタンが見えないような作りになっていたりとか、あとは色味が落ち着いていて、かなりこう上品に着こなせるデニムジャケットっていうところで、めちゃくちゃ個人的にはすごいね気に入ってました。デザインがねすごいいいっていうのと、あとはやっぱりこう使いやすいっていうところですね。まあどのアイテムを選んだ共通にもなるんですけども、まあいろんなコーディネートに合わせやすいっていうのがこのデニムシャツジャケットにも共通するものかなと思ってまして、せっかくなので着用してみるとねこんな感じです。すっごいいいですよねこれ。めちゃくちゃ大人っぽく着れるんですよね。まあレディースなのでね丈が若干短いかなというふうに感じるんですけども、デニムシャツジャケットなので逆に腕元がねこうダボついててもちょっとだらしなく見えちゃうので、袖丈の長さも個人的にはなんとなくちょうどいいのかなというふうに思ってます。これあんまり購入した方そこまで多くはないのかなと思ってまして、ユニクロバレもしにくいっていうのも選んだ理由になります。まあ、こんな感じでねいろんなアイテムに合わせやすくて、かつデニムシャツジャケットなんですけどかなりこう綺麗めにね着こなせるようなデザインで、パッと見ユニクロバレしにくいかなっていう、まあ、そういった理由から今回僕はこちらを第1位に選ばさせていただきました。
はい、というわけで今日の動画は2021年下半期僕が購入して良かった商品ベスト5をねご紹介させていただきました。まあ、今年もねたくさんユニクロで商品購入させていただいたんですけども、まあ、やっぱりこれだけね安いお値段でここまでおしゃれを楽しめるってめちゃくちゃすごいなっていう風には改めて今年1年通して感じたので、また来年もねいろいろと皆さんの参考になるようなね動画をお届けできればなと思ってます。はい、まあ年内ねあと何本ちょっと動画上げられるかはわからないんですけども、これからもね引き続きユニクロとかを中心にその他ね僕が気に入った商品もあればご紹介をしていきますし、まあ僕やっぱコーディネート組むの好きだなっていう風に改めて感じたので、まあ皆さんのね参考になるようなコーディネートとかをいろいろ組めたら嬉しいなと思ってます。まあ本当はね年内ちょっと1万人いけたらなとかは思ってたんですけども、まあなかなか現実は難しいということで、まあなるべく早くちょっと1万人いけるように日々頑張っていけたらなと思いますので、まあちょっとでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しく思います。今日ねご紹介させていただいたこちらのアイテムとかを使ったコーディネートとかはインスタグラムの方とかでもねいろいろアップしておりますので、買ったはいいけどどういう合わせ方したらいいかわかんないとか、まあそういう方いらっしゃったらぜひインスタグラムを見ていただけるといいかなと思います。はい、ではねまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。